チャンピオンズカップです。さあ皆さん、飲みながら予想してください。私も飲みながらやりますので、よっしゃ、いただきます。コンビで、今日はできません。レズさん、有吉ゼミの仕事でちょっと遅いというのでバラバラでやります。まだ仕事してると思いますけど、まず私が予想いたします。皆さん、それでは日曜日のチャンピオンズカップ当てましょう。いただきます。あー、美味しいです。さあ、第22回のチャンピオンズカップなんですが、いやー、枠が出ましたが、ソダシがね、白枠に入りましたね。1枠1番、うん、3歳の女の子ですよ。白毛馬ですよ。話題性素晴らしいですね。うん、なんとかね、掲示板には乗っていただきたいけども、馬券に来るとかね、ちょっと単勝人気になっちゃうのかな。はい、どこでレースするかですよね。絶対この大きな大人たちには囲まれたくないので、スタートいいですから、最初のコーナーでやっぱ 2,3 番手ぐらいには行くんじゃないですか。位置取りに行くんじゃないですかね。逃げ馬っていうか、先行する馬、下馬が結構いるので、例えばカジノフォンテンであったり、エアスピネルもそうかな、エアスピネルもそうですね。もしかしたらインティーが行っちゃう可能性もあるしね。まあスタート次第ですけども、武豊さんがどう乗るかですよね。でサンライズホームホープは前走のようなね、レースが多分できたら面白いですよね。3番手4番手ぐらいでっていうね。でその外にオーベルニュが乗りに乗ってる福永ジョッキーが、やっぱその前を見ながら後ろ計算してるんですよね。で大外にカフェファラオルメちゃんが入っちゃったので、ルメちゃんもまあ福永君を見ながらのレースですよね。でこれね、11番のアナダトゥースが前走みたいに逃げたらスローなんですよ。でましてや酒井君に乗り換わるので、酒井君が乗ってもスローになると思います。でこの馬7歳千馬ですが、 1800m1 着6回2着も6回あります。3着1回、これが残るようなレースされたら困っちゃうんですが、ちょっと前流れてくれたらね、私の狙ってる馬が届くんですけどね。中央ウィザードは前走 JBC クラシックで最内ちで深いところを走らされて3着ですから、力あります。去年の勝ち馬なので、もしかしたら中央ウィザードが2連覇する可能性ありますね。5歳6歳の、まあそんな中でっていうところで、牝馬もいれば地方馬もいますので応援しましょう。はい、馬体診断でございますが、はい、コントレールジャパンカップ勝ちましたね。素晴らしかったですね。うん、感動しました。ジョッキーが一番感動してたのかな。矢作さんも泣いてましたね。さあ、コントレールにはいい子供をたくさん種付けしていただきたいね。多分いい子、多分生まれると思います。サンデーサイレンス、ディープインパクトのコントレールの図式は、流れはある可能性あります。さあ、そんなギャロップの1週間前ですね。だいたい中央馬24日に撮っています。はい、ソダシ真っ白け綺麗ですね。前走より良くなってると思います。はい、多少馬体重増えて白なので、その毛づやだとか膨らみが他の馬よりは分かりづらいですが、立ち姿いいですね。うん、トモも大きくなって胸前の筋肉も張ってきておりますので、非常にいいと思います。冬の牝馬は絶対紐で入れた方がいいですね。そしてその下に地方馬カジノフォンテンが、はい、来てるんですけど、これいい調教してましたね。雨の中、結構降ってる雨の中ですけど、船橋でいい調教やってました。前走は休み明けの金沢までの長距離輸送の小回り、いろんなものが噛み合わなかったような気がしますが、左回りになると自分からハミ取っていくらしいので、これは
応援したいですね。馬体も悪くはないですね。中央馬と比べるとまあ変わんないですね。うん、変わんないです、変わんないです。まあ、この馬がいいんですよ、チュアウィザード。これはもう友から胸前までいいバランスですね、はい、この馬はやっぱ強いですね、はい、その下に帝王ケインズ。そう、帝王ケインズがねちょっとね細く見えちゃうんですよ。ダート馬と比べると芝馬のような感じなんですけど、ちょっとすっきりして、友もそんな大きくないんですけど、下が足抜き、雨降って足抜き馬場だとこういう馬は力発揮してますよね。ちょっと削りや張りもちょっとなと思うんですけど、弱くはないですよね。はい、次、はい、私が前走ミヤコステークスで取った名勝張りを、この馬いいですよ、銭形出てます、張りもいいです。浜中ジョッキーが本当に今充実してるって言ってますね。そして見づらいんですが、その下にサンライズホープ、こちらもいいです。はい、胸前の筋肉一番ですね。あ、見づらいかな、うん、張っております。いい、力強い、胸前からお尻にかけて腰にかけてがいいですよね。うん、これ晴れた時見たかったな。首も太いですね、うん、うっすら銭形も出てますね。そしてカフェファラオ、エアスピデル。カフェファラオって悪くないんだけど、やっぱりなんだろうな、16までなんじゃねえかななんてね思ったりもするんですけども、力発揮したらもう勝てるみたいなことルメちゃん言ってますけど、そうなんですよ、去年の途中まですごかったんですけど、そこからなんですね。まあ堀厩舎が今元気あんまないですからね、悪くはないと思うんだけど、アメリカンフェイローのねカッパラ参加ですね。エアスピネル、前走ね武蔵野ステークスで2着に来ましたが、同じようなレースすると思います。フェブラリーも2着ですか、この馬ね。フェブラリーも構造してますが、左回りも走りますし、そういうレースにするんじゃないですかね。うん、藤岡君です。そしてあと4頭、あとね5頭です。インティ、クリンチャー、スワバルミス、ダノンファラオ、オーベルヌ、うん、この中でもうインティも悪くないんですよね。インティ気象的なもんですもんね。インティも悪くないんだよな、2年連続3着ですか。ケズヤも張りもいいんですよ、ダートマって感じするんですよ。それに比べるとクリンチャーはパントはしてるけども小さく見える感じですよね。クリンチャーもな悪くねえけどな、もうやっぱ年齢かな。でこの中だったらスワバルミス、ダノンファラオ、でオーベルニュかな、左回りいいですよね、中京はね。バランス的に言ったらこれいいですね。はい、さあその中で一番よく見えた馬は、まあ日差しもいろいろ加味して、これはまあ2頭出します。チューアウィザード、チューアウィザードもこれいい、もう力発揮できると思います。それとサンライズホップ、次世代のチャンピオンかもしれないです。はい、ということでレッドさんの予想待ちです。私もこれからここに書きます。あ、ちなみに私の本が12月9日に発売されますので、ぜひ見てくださいっていうか読んでくださいっていうか買ってください。どうもこんにちは、新藤哲也です。さあ今日はですね、ちょっと今からちょっと有吉ゼミの、ロケがありまして、日テレに来ております、そこでちょっと予想の方をしたいと思います。中京競馬場チャンピオンズカップなんですけれどもね、さあまあ、中央ウィザードが、とりあえずこの中では大昇格かなとは思うんですが、そこから言ってもちょっと面白くないので、私今回ですね、気になるのが2頭ですね。6番の帝王ケインズと7番のサンライズホープ、
この2頭のどちらかを本命にしたいなと思います。ソダシに関しては初ダートというのとね、1枠の1番白枠に入ったということで非常に気にはなりますけれども、今回は入れたとしても紐かな、迷いましたが、はい、6番帝王ケインズにしたいと思います、6番です、これはもうね帝王賞で、見事な勝ちでしたし、前走ですね、前走のね JBC クラシックは4着と、ね、負けてしまいました、チワワウィザードにも負けてしまいましたけれども、スタートさえ決めたらなんとかもしかしたらね、勝てたのかもしれないという、そういったレースでございました。対抗サンライズホープと、チワワウィザードと、ですね、この辺りにしたいなとは、はい。そして、穴馬はですね、私、3番のサンライズノバ、そして、11番アナザトゥルース、この辺り入れたいなと思います。なので今回は私、6番から、1番3番、7番、11番13番、あと、9番のオーベルニューというのはね、中京競馬場公社ということで、これも気になるんですが、といったわけで五郎さん以上です。ね、ダートなのでそこまで荒れないかなと思うんですけれども、先行馬が有利ということです。ではではお返しします。どうも。さあ今日はですね、もうこの後ご飯食べるんですけども、東京駅で買ったもつ煮込みなんですよ。辛いもつ、もう辛いですもん、ほんのりですよ、美味しい味噌煮込み、それに野菜を入れて玉ねぎとかキャベツとか椎茸とか、あと揚げ出しとか、ちょっと煮込んじゃうね。この後ゆっくり食べたいと思います。はい、それでは予想を参りたいと思います。私の予想はこの馬からいきます。名称ハリオ、名称ハリオからいきますよ。はい、外枠不利と言われている中京です。これ不利なんですよ。まだね、中京になってから8枠出てないんですね。8枠15、16って来てないんですよね。13、14ぐらいまでは来てるんですけども、まあこれはどうだ、名所ハリオは後ろから行くので前が流れてくれたら、ミドルからハイになってくれたらもうチャンスなんですよ。馬体も悪くないです。銭形出ておりますので、悪くないです。今買い時です。ハリオというのはハリオアマツバメという世界一速いツバメらしいんですね。そこから名前を取って名称ハリオ。今年の日本シリーズスワローズが勝ちましたので、そこにまあちょっとね展開次第ですが、私はこちらから名称ハリオから行きたいと思います。それだとね、タカチャンネルでちょっと名前出した、もうそこから行っちゃってますけども、考えました。私ね、カジノフォンテンも狙ってたんですよ。あとサンライズホープ、チュアウィザード、これどれか、まあチュアウィザードも強いんですけど、やっぱり人気からいっちゃったらあんまり跳ねないので、跳ねさせたいので、要は3つワイドってあるじゃないですか馬券。その例えばじゃあ1番人気から2つより、この人気薄の3番一番配当のいいワイドが取りたいっていうのが私の馬券術なんですよ。まあ、全部取れたらいいんですけども、まあそんなのでちょっと名称ハリオから前走取らせていただいたので、ここから行かせていただきます。パイロ3区名称王妃、マンハッタンカフェの地ですね。名称さん、松本さんですよ。名称ゴルゴ、名称レッドっていうね馬もね、名前を昔つけていただいて、はい、もうお世話になってます。三島牧場なんですよ。三島牧場意外と勢いありますからね。
いい馬出しますんで、はい、名勝ハリオから、はい、いきますよ、相手です。じゃあ名勝ハリオの15番です。15からのいきますよ、赤でいきましょう、赤で1番手、はい、カジノフォンテン、カジノドライブ3区ですが、これ左回り、まあ船橋所属ということで左回り、得意中の得意ですので、この馬がソダシと一緒に前に行ってペース作ってくれて、左回りだと多分残りやすいと思います。この馬抜群の雨嵐の中の調教を見て、艶もいいですし、この馬私かけたいです。カジノフォンテ、そして13番、チューアウィザード、去年の勝ち馬、この馬本当に前走ね、金沢のババは内が深いらしくて、みんなやっぱ開けてましたよね。でその中で1枠1番だったので逃げ馬の後ろについていましたが、やっぱり一番深いところをずっと走らされて、最後直線も内をずっと走ってての3着ですから、多分いい調教になったんじゃないですかね、うん、帝王賞からの JBC クラシックからの2連覇もありますね、はい、この馬強いと思います、馬体もいいです。そして サンライズホープ、今これ充実してますね、マジェスティックウォリアー3区、オーバースクイーンスペシャルウィークですね、いいですね、みゆきジョッキーっていうところが中京でね、前走 1900m で勝ってますが、前走のようなレースができたら残ります、馬券に、はい、そんな感じです。そして最後にもう一頭、1番ソーダーシーちゃんでございます、はい、応援します。夕刊富士の予想が、あ、まあ夕刊富士明日出ますので、まあ、ここにうまく、はい、多めちょい少なめ、もうちょっともうすげえ少なめに応援馬券で買います。私は名勝ハリオ、ハリオ天ツバメ、世界一速いツバメスワローです。今年の日本シリーズはチャンピオンになったのはスワローです。こちらからいきたいと思います。そんな感じです。ぜひ皆さんもゆっくり予想しなさい。もうね、これカフェファラオから行ってもいいんですよ、何でもいいんですよ、わかんないねこれね、うん、乗ってるジョッキーって言ったらやっぱ福永君でやったり梅ちゃんだって、でもデムちゃん来てほしいね、こっちのこっからこの辺の組み合わせのワイドも欲しいな、うん、意外とつきますねこれだったらね、どうにか当ててな、当てたいね、当てたいと言ったら本も当てたい、これ12月9日に書店に並びます、命の相談室、僕が10年間少年院に通って考えたこと、いろんな、最後にね、金八先生と坂本金八先生と武田鉄矢さんとの対談も載っておりますので、面白いです、やっぱ武田鉄矢さんの話面白いんで、ぜひ、まあ、読書の年末にしてください。来年は来年でまた本出します。それでは今からもつ煮込み食べます。お疲れ様でした。皆さんのチャンピオンズカップが当たりますように。あくまでも私のは参考に。はい。あ、うめえな。お疲れ様です。